ロックンロールオールナイトの中級者コース。今回はフレーズから見ていきます。最初のフレーズ。ワン、ツー、スリー、フォー、うん。これが一小節目。この、細かく言うと、1個目の休符がありましたの後に、8分音符3つ分の音の長さ。そしてもう一回8分音符3つ分の音の長さという同じ音の長さのことが2回あるんだけども、装飾音符としてこの777の3本の弦を弾いてから中指と薬指をハンマリングするっていうことです。で、これがその8分音符3つ分の中に含まれている装飾音符ありきの音だから、超イーンじゃなくてチャイーンなんですよ。で、2回目はそんなに一生懸命チャイーンってやんなくても、本当はね、実はこうこんでもいいんだけど、別にハンマリングなしでも978っていう音を出せればいいんですと、ね、1個目はまあ一応皆さんやってらっしゃるんでっていう完コピで言えばハンマリングが入ってると、それが難しい初心者さんはもう最初から978っていうので弾いてても構いませんよってことですね。2小節目のタイミングはワン、ツー、ドン、ジャン、チャン、チャン、ジャン、ジャジャス、ドン。ではリズムの考え方を説明します。これってジャーンジャーンジャーンジャジャジャツチャーンがハンマリングのところちょっと抜かして考えます。で、こいつが1等に値するわけですよ。1等は休符ね、ここ休符で、こいつが2等3まで3つ分の音ってことです。こいつ、ここは1等、2等、3等、4等って数える8つあるタイミングのうちの休符は2つ分、3つ分あって、こいつも3つ分。これが普天不四分音符の意味ね。3等、4等ね、1等、2等、3等、4等、8個のタイミングがあるうちの2等、3と4等の3つずつ。なので、こいつをストロークだと考えたら、ダウンアップ空振りね、これ、こいつ。2つとも空振り。空振り。ほいで、ダウンアップの空振り。これ、アップの空振り。で、ダウンの空振り。そうすると、こいつはアップになるわけ。ここに見えない空振りっていうか、すごくちっちゃい、まあ、慣れてくるとこれやんなくてもいいんだけども、慣れてないうちはやった方がいいっていう、と、二、三、と、四、と、っていうふうにちゃんと手を振った方がいいんですよ。で、これが前半。後半はもうちょっと簡単。後半は、一、と、二、と、縦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 っていうか、ダウン、ダウン。ほんで、ジャジャツチャン。これは普通の8ビートの、ジャジャ、ダウンのバツ、ダウンのバツ、アップでシンコペーション。こういう風にもともと書いてある譜面のリズムっていうのは、分かりやすいように凝縮して短縮して書いてあるわけですよ。まあまあ、空振りするところはいちいち書かずにつなげて書いてるからこういう風になるんですけども、じゃあと、じゃあと、ね、もともと、じゃあ全部のタイミングを書いちゃえばもっと本当は分かりやすいよねっていう、その、まだ譜面に慣れてないうちは全部書いちゃった方が分かりやすいよっていう、1等、2等、3等、4等ってこう8ビートを書くわけですよ。こうやってこれが全部ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップっていうリズムね。8つあるから8ビート、ここ空振りなわけですね。とりあえず1等は空振りなわけですよ。ここと3つ、ここ3つ。ね。こうやって、1等、2等、3等、4等の、こことここをまず鳴らしますよ。キャーン、キャーン。で、ここが、チャン、ジャ、ジャジャツ、チャン。以外は全部、ここ、ここ×。
ここ空振り、ここも空振りね、空振り、まあ、こういっぱいね文字をいっぱい書くとややこしくなるけど、実際には、一番肝心なとこはここのタイミングかな。ここのタイミングがちゃんと2小節目の頭に来ていること。空振り、じゃん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 じゃじゃんちょんっていう、これが難しかったのは、ここがアップピッキングのタイミング、裏拍だから、だからここのタイミングを乗り逃す可能性があるから、ダウンした時の後に2回空振りして、アップピッキングした後に2回空振りして、ここをダウンで弾けば乗りは良くなるよねって、この辺はまあそんなに難しくないよねっていう、まあ、これをね初心者さんにどんだけ理解できるかって、もうこの時点で難しいってなったら、まあ、それは まだ初心者さんであって、中級者さんだったらやっぱこの辺までは、まあ、細かいことはとにかく僕が今 言わんとしていること、ちゃんと8ビートで全部の拍数を考えてバラバラにして、譜面をバラバラにしてダウンアップで弾いてきゃ絶対に答えは出るよね。だからオルタネートで右手がダウンアップダウンアップで、それを守ることってのは非常に大事なんですよ。で一応これはまだあのね、全部ダウンアップを弾いていくパターンのストローク弾きの時の場合の話で、これの意味が分かったら全部キスの場合は、キスの場合は全部ダウンピッキングで弾くんですよっていうことです。でこれは初心者コースの方では言わなかったんだけど、シンコペーションのね、こうなんか下から上にアップピッキングで弾くようなタイミングのシンコペーション、この場合は022のA コードね。このシンコペーションを強調するには、一個手前でこうやってブラッシング、一発音だけのブラッシング、トンってピックとピックを弦に乗っけるのと同時にここも乗っけちゃって、こうやって一個タイミング入れてからってやると、よりシンコペーションがガーンってきたよねっていう感じがするんで、最初の方からゆっくりやりますね。まずドラムが2小節ありました。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、うん、で、まず A コードで、ここはまだ歌じゃなくて A と E、 A と E っていうのが最初は4小節あるんですけども、そこの部分の後も歌も、まあ一応根本的にはバックは一緒ね。ワン・ツー・スリー・フォー、このね、まあ別に6弦の0はあってもなくてもどっちでもいいと思います。で初心者コースからちょっとここ変えています。こういう感じ、ややこしいでしょ。これはややこしいよ。999のシンコペーションがありました。もう一回弾きました。で薬指と中指のハンマリングっぽいフレーズになるんだけど、この時の薬指は3弦の11フレットに行きます。なので4弦から数えると9、11、10、この変わったサウンド、ほいで薬指だけ離して9、9、10、で次が薬指が4弦に行って11、9、10、これで薬指と中指を外して999。ややこしいでしょ。今までのポール・スタンレーみたいなフレーズだったら、こうやってやってるのが楽なんだけど、まあまあこの辺はね、実はね、その年代によるんだけど、1979年ぐらいになると、もうメンバーの中がかなり、喧嘩っ早い、全然仲良しじゃなくなってる時期って誰もこれ弾いてないんだよ。ポールもエースも。つって誰もここ弾いてないんだけど、初期の頃のスタジオ版は、このすごいすごいフレーズ、むずいよこれ、意外とむずいよこれ。
慣れるまで。ちょっと一瞬だけオーバードライブ外して弾いてみると、こうなんですよ。これこれをコピーするとね、すごいよって話で、実は音程的にはっていうフレーズが入ってるってこと。それで、一番上のトップノートの2弦の音はこうなってるの。10、10、19、よーく聞いてるとこの音は聞こえてくるんですよ。こういう音が、この音は聞こえてくるんだけど、その下の音がこうなってるっていう2つの音のこういうこういう動きがどこまでコピーするか。もうめんどくさいからこんでいいよっていうのもあるんだけど、で本当はこうやってやってるね、ポールが真面目にやってる時はこうやってやってる時もあります。だからまあライブ音源によってやってることは2人とも実はバラバラです。なので一応初心者コースの方である程度のコードというものを説明し終わったから、ここではルート音を弾かないっていう方の弾き方を、2人のうちどっちかがこれやってるよっていうスタジオ版の音を拾いましたっていうのの、次の小説で、Dはこれが Dなんだけど、もうルート音を弾きません。人差し指を777、最初のあれと一緒ね、この時と一緒の777を人差し指で押さえておいて、この数字のタブ数字見てくださいと、こう、これもさっきのによく似たフレーズ、単にこうやってやってるわけじゃないっていう、まあこうやってやってる人もいるんだけど、もしくはこうやってやってる場合もあるんだけど、こうやってやってる、こうやってやってる場合の音もあるんだけど、まあ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 、こっちのが楽しいかもしれないっていうことで、で次が E だから2フレット右に行って、チャー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 、こっちはちょっとピッキングが1回、数が最後の999っていうのが多いです。うん、Dから行くと、チャー、ほいでまたイントロの方に戻る。っていうのがもう一回ありました。ここまでの繰り返しがもう一回ありましたの後、 F、 こっちの F で弾くのもありだけども、とりあえずこっちの F、 これももちろんシンコペーションね、 1,2,3,4、 これか、もしくは、最後はこの12,12,12、こっちの、こっちでもどっちでもいいです。こういう感じ。これはブリッジってことですね。で A コードのシンコペーション。この D はもうこうやって押さえてってやる人でもいいし、僕がさっきやったような4弦3弦2弦だけを弾く。ってやってもいいしっていう、その辺はもうね、自由なチョイスになるんですよ。うん、だから、まあ、どれが正解っていうわけでもないっていうね。でこれでだいぶいったんだけど、あえてもう一個中級者コースをやるとこいつです。はい、ドン、これ、はい、う、あのうんじゃなくてね、休符というのは一泊休む時の休符はうんって僕も言います。う、うん、で8分音符1個半拍休符するときはう、うんとうの違いのうがあって、う、これ
これはライブ音源の方のエンディング。ちょっとリッとしてゆっくりになって、さあ終わりますよ。う。2本ずつの音、2本ずつの音を弾いていって、だんだん音が下がってきて、最後は A コードのシンコペーションで終わる。まあ、一応あの中級者コースは全部ダウンピッキングで割と弾いていくってことです。初心者コースはこうやってアップピッキングで説明したから、それは説明しやすかった部分もあるから、シンコペーションをアップピッキングで説明した部分もあるけど、それをマスターした中級者さんは全部ダウンピッキングで弾いていく。この最初の77は2本の中指と薬指、これでもいいし、1本の指でも、別に薬指だったら薬指、どっちでもできますし、上達というものは両方でできるようにしておくってことです。2本の指で、まあ、ちょっとあのクイーンの、Keep Yourself a まあ、Keep Yourself Alive っていう曲と同じ感じを、薬指1本でもできるようにしておく。まあ、究極は人差し指でもできるけど、まあまあ今回の場合はこれか。一瞬のうちに上げて一瞬のうちに下げるから、まあタイミングとしては8分音符2個分なんだけども、まあその中に存在感としては3つの音があって、っていう、まあ若干ね、3連符と考えるかどうかが、まあ32分音符というか、まあゆっくり弾くから3連符でもいいのかな。と言えた後、それで7755、もう一回7755、もう一回7755、77A、もう一回ワン・ツー・スリー・フォー・ウ。これが中級者コースはここまで。さらに難しいことが上級者コースとなります。チャレンジしたいっていう人はそっちもどうぞ。